現代アートって何やろうっていうのをずっと考えてきてて、20年ぐらい前の学生の時っていうのはほとんどそういう情報がなくて、やっと2010年ぐらいからまあいろいろそういう情報がいろんなインターネットとか本とか、技術関係者の人とかあったりとかして、まあ話をしたりとかして、まあ自分なりにいろいろ考えてきたんですけど、一言で言うと、まあ一つは異質性やのね、異質なものっていうものがコンテンポラリーアートっていうものの大事な要素の一つなのかなと。そしてからあとはやっぱり社会とか美術とかもしくはその対しての問いであるという、絵画って何なのかとか彫刻とは何かとか、 AI の話じゃないけど、そういうのが広がれば広がるほどよりその問うということとか、まあじゃあアートって何なんだっていう本質のところをもっと通っていったりとか、そういうふうなことに行くだろうし、でそれは必ずしも一つの解を導き出すということではなくて、そこからいろんな解釈が生まれて、あのいろんな人が自分なりの答えを導き出していくというようなことが健全なのだろうと思うし、よりもっと身近になっていくのがいいんじゃないかなと思うよね、アートってね。で身近になっていくだろうと思うし、うん、AI とかがあの浸透すればするほどね、うん、だからそういう中でみんなが表現者になっていく中で、作家という人はじゃあ何をしているかっていうのは多分それぞれ問われていくだろうし、で作家自身がアクションとか作るものとか作品とか、うん、そういうものももっともっと広がっていけばいいなというふうに思っています。